見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、ちょっと深刻な話、学歴って重要なのと、必要なのというところの話に入っていきます。いろいろとね、捉え方ありますが、その部分で開花なりの考え方をお伝えしていきます。今日は学歴って重要なのというところです。さて、重要なんでしょうか？この学歴が高く研究者として大成功して、それでね、会社を起こして、事業を起こして、こう役立ちの素晴らしい方もいます。方や一方で、このですね、お受験で小さい頃に喧嘩もしたことがなくですね、人の気持ちがわからず、東大卒で弁護士なのに、20代でですね、鬱になって、こう仕事に行けなくなってしまってですね、壁にこう、ゴンゴンゴンとこう、頭、打ちつけながらですね、僕はなんで生まれてきたんだっていう方もいらっしゃってですね、本当にこの学歴をつけるために生きてきた方がですね、苦しくなってしまう時もあります。でも、この実際にですね、一般的にはですね、就職した時なんですが、この高学歴な人ほど、この生涯年収ですね、1年間の年収だったり、この生涯年収が変わってくると。例えばですね、55歳から59歳のこの年収、中学校卒業の方が600万とかですね、大学卒業の方は930万というふうに、これは一般的に雇われている方がですね、もちろんこの中学校卒業して、この自分で事業を起こして大成功されている方は全然、この普通の大卒よりもはるかにこう、桁違いに大きい方もいらっしゃいます。そして、生涯年収においてもですね、まあ一般的には就職して雇われている方においては、一生の間に稼げる額ですね。この、大学卒業の方は2億8600万。で、高校卒業の方は2億4000万。で、差額が4600万。違う。で、中学校卒業の方の一般的な平均と、大学卒業の平均の一生分の生涯年収でいうと8900万違うというので、ある意味学歴をつけた方がいいと言われていますというので、結構ね、この塾の営業に使ったりするんですが、じゃあ、この大学や高校を出ていなくてもとか、不登校だったとか、学習障害って言われていた人が、この自分の得意分野に気づくと。で、20代、30代って、自分を本当に生かしていく道をどん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 こう見出していって40歳、50歳、60歳となって大成功して社会の役立ちになっている方もいらっしゃいます。私はですね、大学卒業してようがしていまいが、とにかく自分をこう生かしきるっていうことの人の方がですね、どん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 この自分を幸せな道にこう行けるですね。で、例えば有名なスピルバーグ、この人スピルバーグさんですね。スピルバーグさんもいろんな映画作ってますと。E.T. とかですね、もうシンドラーのリストとか、ジュラシックパークとか、インディ・ジョーンズとかのですね、この人がですね、何で有名かっていうと、ディスレクシアとアスペルガーなんですね。で、子供の時はですね、まあディスレクシアとかってまだ考え方なかったんで、こういじめられてたらしいんですね。で、学校が嫌いだったと。で、そんな生活の中で救いとなったのが映画制作だそうです。で、映画を作ることで恥ずかしさとか罪悪感から解放されてましたと。で、映画制作は私にとってのこの逃げ道大脱走だったと言うんですね。現在もですね、今現在も本とか脚本を読むときはですね、普通の人よりも倍の時間がかかるということらしいんですよ。でも、映画監督として成功できたのは周りのサポートがあったと言っています。で、スピルバーグさんの言葉です。学習障害は思っているよりもずっと一般的にありますと。で、自分一人だけが悩んでいるものじゃないと。それでも、この学習障害があることで、今後やりたいことをやるためには様々な困難が降りかかるでしょう。でも、それはあなたの可能性を狭めるものではないということなんですね。で、この私が伝えたいのは学歴をつける必要は全くないんですが、こういう情報を仕入れておくっていうことはすごく重要なんですね。例えばうちの子がもう学習障害でもダメだと思ってるお母さんが、スピルバーグそうだったのと思うと、すごくこう可能性が開けてくると思うんですよ。そういう意味での
親御さんが学んでいただくとか、子どもがこういう情報を知るという意味で学ぶということはすごく重要なんですね。お勉強ばっかりしなさいっていう意味では全くなくてですね。からシンドラのリストとか、私すごくこう人生感動した映画ベスト3ぐらいにこう衝撃を受けた映画ですね、ベスト3ぐらいに入っていて、シンドラのリストとあと永遠のゼロですね、がこの感動を受けたベスト3ぐらいに入っていて、でそのね、ジュラシックパークとかインディ・ジョーンズとかすごく有名だと、このスピルバーグ知らない人いないぐらいの有名だっていうだけだとまた違って、あ、こういうすごく苦労あったんだと、子供の頃いじめられてたんだとっていう人がこういうね、ストーリーを作ったから、こういうシンドラムリストとか感動的な映画作れるんだというふうに知っておくと、また味わいが変わってくる。なので、こういう情報収集をしていくっていう意味での学びはすごく重要です。だから、開花もですね、別にいい大学に行きなさいとは全く言ってなくてですね、まあ、保護者さんの、親御さんの目的はある意味これなのかもしれないので、そこにはもう合わせていくんですが、でも生徒たちに言ってるのは、とにかく自分本来の、自分の面白いを突き抜けるっていうことを伝えていて、結果、ね、その例えばお茶の水大学のここで学びたいというところにこう照準を合わせてこう受かったりとかいうふうになってくるとか、生徒会長になったりとかですね、運動とか絵でですね、県とか全国に出るというふうになったりしています。でもし自分の心の声を聞かずに進路を無理やりこう、あんたこうしなさいと、医者になりなさいと言われると、どこかで苦しくなってきて、30代40代でこのですね、自分を鬱になってしまったりとかあるんですね。これは私がそうだったのですごくこう分かるんですよ。自分の心の声を閉じてしまうと苦しくなるっていうのが分かるので、自分の心の声を聞いてあげるっていうのはとにかく一番です。だから学歴をつける必要は全くなくて、学歴をつけておいた方がいろんな方々に、浸透性伝わるのはあるかもしれないんですが、それよりも何よりも突き抜けてる人の方がよっぽどこの多くの人がに響いていくですね。学歴っていうのは外からの評価で、学歴だけを目標にしているといつまでも心が満たされず、心の乾いた状態の人生がずっと続きますし、その親がいい大学を出ていて、子供がそのなんていうのかな、駒に使われてしまうのがすごくこうかわいそうなご家庭も見ていますので、子供が苦しくなってくるんですね。それだと意味がなくて、で自分が自分の才能にいかにこう気づくかと、でその才能を存分に生かしていくかっていう意味での情報収集という意味で学ぶことはすごく重要です。で今回の、まあ、スピルバーグさんのようにですね、この情報を常に入れておくと、だからスピルバーグさんのことを知っておくと生き方が楽になる、学習障害のお子さんを持つ親御さんとかですね、そういう意味ではすごくこの学ぶことは重要です。で学習障害という言葉も、この障害というとすごく失礼に聞こえてしまって、ではなくて大脳新皮質ではなくて大脳辺縁系がすごく発達しすぎてるっていう感じですね。この感情的にどんどん動けてしまうとかですね、右脳が突き抜けすぎていて左脳がこう、弱ってるとかですね、そういう意味ですごくこう突き抜けてるっていうことなんですね、学習障害というよりは。さて今回のコロナウイルスでたくさんのこの悲しいことが起こっていますし、感染者数がね、300万人という形で、大変なことが起こっています。一刻も早く、収まることで、それに加えて私たちが気づくべきことは何かっていうと、私たち全体がゼロポイントフィールド側でつながり合っているという情報収集もすごく必要です。で、例えばこれもあんまり知られてないんですが、ステイホームをすることによって、家にいることによってコロナ離婚って言われてるんですが、逆に関係が良くなってきている方々も多くいらっしゃいます。で、開花トレーナーさんの中でもこの旦那さんが家のことをどんどんやるようになってくれたとか、一緒にこう散歩に毎日行ってるとかですね、7000歩6000歩毎日こう夫婦と歩いてますとか、この結婚して35年初めて旦那さんが夕飯を作ってくれたとかですね、そういう嬉しい声も聞いております。でこうやって家庭の中のつながり感がこうどんどん出てくる。でそのつながり感って何って言ったら、この大丈夫だよとか愛してるよとかありがとうっていう、
フィールドがあるんですね。周波数帯があって。そこで生活していくと、どん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 良くなっていくとか、そういうことも知っておくと、どうにかしてこの関係を直さなきゃって思ってると、悪い周波数帯、低い周波数帯にいるので、ありがとうの周波数帯にいればいいんだということを知っておくことも重要です。で、今日ですね、この英語のレッスンあったんですけども、そこでですね、すごくこういい言葉があってですね、これは有名な言葉、ルーズベルト大統領の有名な言葉で、恐れなければならないのは恐れそのものだと。The only thing we have to fear is fear itself. この恐れなければならないものは恐れそのものだと。で、プラス、私の大好きなんですね、ラズロー博士が、ノーベル平和賞の選ばれた方なんですけども、この方がですね、このコロナウイルスに関してのコメントをですね、書いていまして、五十嵐優子さんから英語を習ってるんですけど、今日のお話でですね、このラズロー博士の4月9日ですね、コロナウイルスに関してのコメント、パンデミックに関してのコメントを言ってたんですが、より良い世界はもう手に届く範囲にあると。で、そのより良い世界が作り上げられるのを待ってますと。より良い世界が作り上げられるのを待ってると。で、恐れっていうのはそもそも存在していない。で、あるとすれば恐れそのものだけだと。There is nothing to fear, but fear itself. この、nothing to fear.恐れなんて存在してないんだけど、恐れそのものが恐れなだけで、その先にこの綺麗な素晴らしい世界が待っていますよっていうんですね。で、もう一個。こちら。これね、すごいなって思ったんですけど、ゆうこさん、最初私意味がわかんなくて、ゆうこさんが説明を教えてくれてですね、この The pandemic is a blessing in disguise ってこの、何かっていうと、blessing っていうのが、bless you ってこの、くしゃみしたときに神様のご加護がありますようにってブレスっていうんですけど、パンデミック、まあコロナウイルスですね、is a blessing in disguise とこの変装しているっていう意味で、パンデミックは神様の祝福そのもの、ブレスインなんだけど、変装していると。わかりますかね。だから、コロナウイルスの化けの皮を剥いだら、実は神の祝福ですよって言ってるんですね。私たちにもう気づくタイミングになってるんです。いかにこうゼロポイントフィールド側でつながってますよ。これもやっぱりこの情報収集しておくと、コロナ怖い、コロナ怖い、もう外出ちゃダメとか、ね、熱が出たらどうしようみたいな風に、恐怖が当然ね、年配の方々の致死率が高いので、それは十分注意しなければいけないんですが、で、私たちもその部分にすごく配慮しなければいけないんですけれども、この何がメッセージかっていうと、みんなでこう心をつながり合うと。で、ウイルスを排除っていうよりは、今いろんな医学の方もおっしゃってるんですが、ウイルスをちょっとずつちょっとずつこう入れて免疫を高めていって共生していくと、一緒に住んでいく、共に生きる、共生していく側じゃないと排除は無理だと。排除しようとすると余計こうウイルスが強くなるからと。で、本当に今論文も出ていて、ロックダウン、都市のロックダウンをしている都市ほど致死率が上がってるっていうんですね。っていうこともあります。なので、排除、排除、排除ってやると逆に良くないという意見も出ています。で、家にこもっていると紫外線に当たらないので、外に出て、ちょっとした外に出て紫外線に当たることも、ウイルスのこの消滅にもなってくるし、ということも言ってるし、何よりも、そもそも私たちがこう、つながりに気づいていくことだということが重要だというふうに、やっぱりこう、いろんな情報を学ぶということでは、すごく勉強していくっていうことは重要です。だから学歴を上げるためってわけじゃないんですね。学歴を高めることに一生懸命になると生きるのが苦しくなります。それで40歳、50歳になっても学歴をつけようと思って人とのコミュニケートを立って、でですね、やりにくい人間っていういらっしゃいますよね。そうにならない。自分じゃなくて、この学ぶことが重要で、情報を得ることは重要なんですが、自分自身をこう開くと、自分の才能を生かしていくことです。で、そういう意味での自己投資が何倍にも返ってきます。ただの勉強するわけではなくてですね、自分を生かしていくために、この自分の得意技を生かしていくと。で、自己投資っていう概念、ね、多くの方ご存知と思うんですが、自分自身にいくら入れて、いくらリターンが返ってくるかみたいな自己投資っていう感じなんですが、
こちら、お金に対しての考え方が3段階あって、浪費っていうのは無駄遣い、マイナスに使うこと。例えば、ゲームでお金が消えたとか、暴飲暴食して、お金が消えてマイナスになるし、この体も壊していく。で、2段階目が消費、プラマイゼロの感覚が必要な買い物をすると。食費とか、洋服代とか、交通費とか、家賃とかですね。で、最後、投資。自分自身を高めていくと。将来何倍にもなっていくと。セミナーに参加するとか、読書、本を買うとか、本を読むとかですね。大会参加費とか、この自分のレッスンのためのお金とかですね。っていうのは自分に何倍も返ってくるということですね。で、自分が例えば、この生徒たちにも言ってるんですけど、大学でね、卒業して手取り20万円ありましたと。そのうちの20万円のうちの、まあ、8万円消費に使いますと。生活のために。残り12万円全部浪費に使うのか、12万円全部投資に使うのか。で、30歳、35歳、40歳って、全然違うよっていう話をしています。っていうふうに、自分を高めていく。で、学歴を高めることは目的ではないと。で、これからの時代は、この自分を生かしていくことです。自分を生かしていくことが重要です。そこにこの自己投資ということですね。で、今日は4月30日なんですが、いよいよですね、今度本格的にこの自宅で学べる開花塾、今は4月はお試し価格でですね、1ヶ月だったんですが、今度の土曜日から、土曜日、水曜日で毎週2回、配信するんですけども、今度から継続のですね、自動引き落としで進んでいきます。ちょっと質問いただいてですね、自動引き落としでいただきます。で、水曜日、土曜日で、私、村松と、あと、新井ですね、すみちゃん先生から、子供たち向け、まあ、中高生向けなんですが、小学生もすごく聞いてくれてたりですね、で、自分自身をこう高めていくというお話をさせてもらっています。土曜日からスタートなので、スタート日から以降しか見れない、過去のものが見れないのでですね、ぜひこの今日明日ですね、お申し込みいただければと思います。ということで、皆さんがですね、この学歴を高めるためではなくて、これからはいかにこう自分が瞬間瞬間にその目の前でこうお役立ちになるか、いろんな情報を収集していくかということがすごく重要です。で、量子力学側からの考え方、ミクロの素粒子の側からは仕組みどうなってるのかなっていう感覚を15歳で持っていくのか、全くこう人生変わってくるので、そういった形に自分自身を生かしていっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。